皆さんこんにちは。カターレ TV 選手トークライブ配信がスタートしました。イエーイ。さあ皆さん、お昼ご飯を食べてまったりしているこの時間は、選手のトークショーを見て楽しんでいただければと思います。それでは早速自己紹介からさせていただきます。まずは佐々木陽次から。はい、背番号7番佐々木陽次です。よろしくお願いします。次は陽平行こうか。背番号14番の大野陽平です。よろしくお願いします。それでは最後にアキラ、よろしく。はい、背番号18番松田アキラです。よろしくお願いします。さあみんな、自己紹介ありがとう。では事前に質問を募集しているので、ここからは誰か選手に MC をお願いしたいんだけど、誰かやってくれる人。じゃあアキラ行く？行きます。全然しないこと通りじゃん。はい、はい、じゃあ僕やります。僕やります。じゃあ陽次、 MC よろしく。はい、でも進めちゃって大丈夫ですかね。どうぞどうぞ、お願いします。はい、なんか天の声が聞こえましたけど、じゃあカターレ富山の広報ジョージさんから、こういうのがあるっていう話をいただいて、僕に話来た時に、じゃあ面白いものを提供できる人を選んでって話だったんで、大野陽平と松田明が2人選ばせてもらいました。そうなんで3人で、まあ、面白いものを提供できればなと思います。頑張っていきましょう。頑張りましょう。頑張りましょう、はい。でまだね、やっぱこのコロナウイルスの影響で開幕とかもしてないから、やっぱり富山のサポーターファンの方々は陽平、アキラのプレーっていうのまだ見てないと思うんだけど、じゃあ一人一人、自分がこんなところを見せたいですっていうのを一人ずつ自分のアピールを言っていこうか。ああ、そうですね。じゃあ陽平からでしょうか。あ、僕は、まあ、運動量とか、まあ、体張って、まあ、ゴール前とかで泥臭く点を取っていくんで見てほしいですね、そこ。はい、じゃあアキラ。僕は身長が高いんで、やっぱヘディングだったり、スケールの大きいプレーを皆さんに見せて点を取れればいいなって思ってます。はいはい。じゃあどうする、なんかアキラ一発芸とかしてく？富山の動く笑いマシーンでしょ。いやー、一発やっとく、最初やめとく。ちょっとマミさんとかしかないじゃないですか。この顔だけでってなったらマミさんとかになっちゃうんで。ああ、そうだね、そうだね。全身使わないとね。やっぱね、そうそう、難しいね。スケール見せたいんで、ね、俺。ね。そうだね。ずるいね。同じく。いやいやいや。逆になんかさ、じゃあ、まあなんか質問も事前にもらってて、それを紹介するのもあるんだけど、なんかこんなたわいもない話とかしながら進めていければなと思うんだけど、なんか逆にある？こんな話しましょうよ、こんなテーマいいんじゃないですかみたいな。いや、だったらむずくないですか？いや、ある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 。教えて教えて。あ、昼とかはご飯出るじゃないですか。うん。で夜ご飯出ないから外食するじゃないですか。その時に行く場所困るっていうのは、やっぱこの俺と陽平くんは寮生なんで、すげえなんか困ってますね、陽平くん。
なるほどね。うん、幼児はさ、パターン化されてるからね、もう。この、行く場所は。あれでしょ、今はまあ、コロナウイルスとかいろんな影響で、まあ、外出はあんましないから、寮で食べるっていうのがあるけど、それじゃなかったときに、じゃあ外で食べに行く、夜なかったときにどこ行くかってなったときに、どこ行くかって話ね。そうなんだよね。あ、でも富山はやっぱ美味しい店多いからね。海鮮とかも美味しいし。海鮮ね。うん。逆に何なんか。寿司食べたい、寿司。寿司ね。洋治くんだって富山知ってるんでしょ、うん、富山のドンなんでしょ、洋治くん。富山のドンよ。俺はもう聞いてるから。みんな聞いてくるからね。うん。俺は全然飽きてるからっていう。連れてってもらった洋治くんに。洋治くんね、あのね、いや、洋治くんの家庭のね、料理を。あもう本当に美味しい。そうだね、傭兵まだだったね。いや、俺行ったじゃないですか。あの、コロナ騒ぎになる前に糸商。ああ、違う、アキラ言ってたのは、あ、家いろんなとこも行ったんだけど、家にも来たい。家すね、確かに。あ、そうだね。行ったね、傭兵と。誘ってください。じゃあ、そこ行ってね、親、うん、連れてきたら、あそこ、ここいいよって言って話してたね。相席になっちゃった、その。相席になっちゃったの。いや、本当に、アキラ知ってる？糸商っていう。何ですか、それ。わかんないです。いや、美味しい店があるんだけど、ああ俺と洋平で、そこに行った時に、すごい。うどん。マネキュー。もち煮込み。そう、いや、もううどんだ。そう、すごい混んでたから、昼間に行って。そう。そこに来た、あの、そう、幸せそうだったんだけど、おじいちゃんとおばあちゃんと、あの、そう一緒に、俺とヨヘと4人でご飯食べた。家族みたいな。ああ、一グループみたいになって。そう、すごいな、それ。すごいな、伝承が。そうよ。でもやっぱね、アキラ身長大きいから、なんすか、ちっちゃい時からね、大きい分かる写真とかあるじゃん。え、マジでそれ。あれでも。あれでできるっすよ、でも。あ、難しいね、あれ。でも、写真とかで、ね、できますよ。あ、でも、縦になるのかな。できないでしょ、できる。一回、じゃあ、チャレンジ見てみますか。あ、チャレンジしてみて。これ、見てる人に、ぜひ、見てほしい写真なんですけど。結構これ。これも、まず、エピソードから言って。俺、多分、あれ、うん、このじゃあ、キラ、ちょっと抜いてや。いや、まだ。キラちゃんまだ早い。今、ここに、俺の後ろにいるから、俺が。そう、エピソード。まずエピソード。まずエピソード、うん。この写真なんですけど、とりあえず、小5か小4ぐらいで、みんな同級生で、そのかけっこの体育祭のワンシーンなんですけど、この時の俺は、世界一強い年代の中の俺トップだなって思ってた頃の俺です。ね、一番無双してた時だね。はい。じゃあ、行きます。一回どきます。じゃあ、どうぞ。顔見切れてんだよな。これ見て、これ多分、並走してます。これ並走してるの？多分並走してると思うんだよな。アキラがでかすぎて前にいるとかじゃなくて。ちょっと俺が前にいるぐらい。本当に。そうだよね。うん、これはすごいでしょ。これ、アキラ10メートル奥にいるでしょ、たぶん。違う。離れてでも2、3、2ぐらい。あ、そうなんだ。これね。この時、どんぐらいあったん、身長。いや、わかんないっすよ。なんなんすかね。いや、もうこれぐらいっす。これすごいね、ほんと。これぐらい。これすごいね。これすごいでしょ。だって俺友達に言われるまで気づかなかったですもん、この写真。いやいや、すごいよ。ね、これ小学校5年生の時でしょ？小4か小5ぐらいですね。小5ぐらいでしょ？じゃあその時はサッカーやってたの？ちょうど小4で部活あったんで。それで初めてサッカー始めようかって時。そうそう。そおあいつやべえぞって。こんな気がしたらあいつめっちゃ決められるぞみたいな。でもヘディングで決めないっす。ヘディング苦手でした。なんかしんない。もったいない。あ、そうなん。もったいない。そうそうです。本当もったいない。足で決めたんだ。足っすよ。足。クリロナ。
グリロナだね。愛知の。さすがだね、やっぱ、すごく笑いマシン、富山の。違う持ってるね。いやいやいや、富山に面白い選手いっぱいいますよ。いる？いるよ。誰だろう。じゃあ、もう行く？じゃあもう、じゃあ、結構来てるから、でちょいちょい小出ししていくね。はい、OK です、OK です。で、なんか、いいテーマあったら、どんどん言ってってよ。はい。なんすか、うん、じゃあ、なんか、こんな話しましょうよっていうのがあれば。ああ。じゃあ、3人に、あれしよっか。3人への質問？うん、そういうのいいっすよね。うん。ああ、でもね、あ、すごい聞きたい。何？ペンネーム、マガリ33さん。はい。あ、違うな。あ、醤油さん。ペンネーム、醤油さん。はい。プロと大学の違いは感じていますかっていう質問があるんだけど。うん。アキラとかどう？いや、もう感じまくりっすよ。感じる？はい。例えばどんなの？いや、大学も、なんだ、意識の差というか、そういうなんか取り組み一つ一つに、やっぱ、プロの世界の人たちは、すごい、なんかしっかり、その、自分が足りないとことかを、しっかり、その、感じながら、その、練習前とかも自分で補強したり、してるとことかは、全然大学と、なんか意識の差は全然違うなと思います。やっぱお金もらってる分とか、そういうなんかサポーターのためとか、そういうでいろんなもん背負ってる分、やっぱしっかりしないといけないっていうのがすごい目に見えてわかるのかなっていう感じ。そうなんだ。そうですね。まあ大学では別にその、しっかりやってないとかじゃないですけど。うん。でも大学からプロに上がった時って一番最初プレースピードの違いを感じるよね。いや、感じます。めちゃくちゃ感じる。そうだよね。うん、感じるね。早いっす。そうだね。それはあるね。でも、まあでも、本当特にだけど、大学、まあ、秋田が法政からうち来たじゃん。やっぱりうちってさ、やっぱ、パスがさ、やっぱみんなさ、回すの上手だったりするからさ、そこら辺のポジショニングだとかさ、パススピードとかってさ、うん、明らかにもう、スピードの違いは感じるよね。違いますね。なんか全てに意味があるようなプレーですよね。どこにいるとか思って、うん。じゃあどうしようかな。じゃあこのさっき言ったのがこの曲がり33さんのさ、はい、質問で、サッカー選手にとって一番大切にしていることは何ですか。これちょっと難しいけど、なんかある、傭兵とかなんかある。まあ、ルーティンでもいいしね、大切。ああ、まあ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 。サッカー選手をしてるにあたって、自分が大切にしてるって思うことは、そういう、うん、さっきアキラが言ってたけど、まあ、練習前の補強とか、補強のトレーニングだったりとか、まあ、もちろん練習でしっかり頭使ってやるっていうのなんですけど、やっぱ、ポジションによってちょっと違うじゃないですか、いろいろ役割も。そうだね。うん、フォワードだったらもう結果出さないとどんどん試合とかにも絡めなくなるし、そうだね、もちろん次の契約とかにもシビアな話になるけど、そうなってくるじゃないですか、うん、やっぱ結果が大事なのかなっていうのはすごい感じてます。一つ一つのプレーを大事にできるように、うん、まあ、細かいところに目を配ってってことですね。そうですね。あ、確かにそうだね。まあ、さっきアキラが言ったけど、結構やっぱうちみんなやるよね。うん、出ますね。補強とかね。ね、やってるよね、うん。練習前とかもやってる人多いよね。多いです、多いです。多いよね。どうしようかな。これね。こういう中ね。カターレで面白い人はいますか、うん、って来てんの。あ、いる？逆に。いますよ。二人なんか、いる？いるよ。まあ、いる？いる。みんな面白いですけどね。基本的に。面白い人多いと思う。多いと思います。面白い人多い？多いっすよ。
多いよ。本当。多いよ。逆にね、ね、これすごい気になるんだけどね。なんすか。松沢選手。はい。やたら説教してくる先輩いますかって書いてあるの。います。今の説教じゃないな。いるの、いますわ。何？教えてよ。でも洋平くんの後輩さんだった気がするね。ああ。説教会。洋平の後輩ね。説教が兄貴っすよね。説教なの。説教なの。説教ってか、ちょっかい。かまってちゃんでしょ。もうずっとアキラにちょっかい出してる。どっかかけてもらってる方です。説教って何？サッカーに対して、サッカーじゃないところ。あ、いろんな目。あ、でもこれは奥なのか。奥なのか。あ、どっちかって言ったらオフだ。オフね。オフだと思いますわ。うん、そうだね。そっか。その子かまってちゃんだからね。うん、俺は言ってないですよ。毎回絡んでるもんな。え？見るたび見るたびアキラになんか絡んでるから。本当。まあなんか一緒に遊んだりしてるなとは見てた。いやいやいや。そう。まあなんかいろいろ来てるけどね。なんかじゃあ。何何何それは。急に誰ですかそれは。え？誰それ、それ、幼児兄さん。いや、もう俺よ、俺よ、俺よ。かわいい。結構、かわいいでしょ。幼児くん結構ガタいいんすね。なんかルーカスの子供みたいな。ルーカスジュニアぐらいありますよ、これ。本当に？うん、ちょっとこのソファーでちょっと生意気な感じもちょっと変わんないでしょ。いやいや。ガメツソース。ガメツソースでしょ。ダメそうでしょ。じゃあ行く？何？出した方がいいんすか俺もじゃあ。なんか、小ネタあんの？小ネタ見してよ。かわいい。あ、でもちょっと話し出してあれっすけど。なあ、どうやってやってみんなこの YouTube みたいにこうしたらダメですか？こうのがいい。いや、なんか乗っけた？これぐらいで見える？あ、見える見える見える。全然見えんけど。あ、ちょ、もうちょ、もうちょ、こっち、もうちょ、こっち。こっち、こっち。こっち。逆、逆。こっち？こっち？なんか、傭兵がよく、いや、逆、逆、逆。こっち？あ、いいね、いいね。どう、これ。いいし。ああ、いいね、かわいいね。いつ、いつ、いつ。え、俺もわかんないです。え、見える。なんも見えない、アキラ。ちっちゃい頃ね。うん、ちっちゃい頃よ。傭兵見えない。あ、見えた、見えた、見えた。見えるでしょ。いいね、やっぱ。身長大きいっていいよね。なんかいいな、ちっちゃい頃の写真とかあるかな。ないですか、ようやく。今ちょっと探して。いや、なんか、ジョージさん、なんか、来てる？ジョージさんじゃないか、天の声さんか。ジョージさんじゃないか。ああ、すいません、間違えました。ですね、YouTube の方にもチャットがどんどんどしどし来てるよ。はいはい。なんか来てます？確かジョージさん。ああ、すごい。松沢選手。はい。髪の毛ツヤツヤですね。何か髪のケアのこだわりとかあるのかな？いや、ないっす。いや、元から。髪の毛直毛で逆に困ってます。直毛すぎて。逆にね。いいじゃん、サラサラの方は。いや、違うんですよ。これで困るのは、パーマとかかけたいと思った時に、全くかかんないです。あ、そうなの、はいはい。ぐっちゃんってなんの？硬いらしいです。なんか柔らかいんですけど、髪の毛自体は。パーマかかりにくいんですよ。あ、そうなの。そうです。で、なんか高い値段して、パーマするじゃないですか。それで1週間で落ちた時もあるんですよ。へぇ。本当に、まあ、サラサラだけっすね。本当に。幼児くんとか洋平くんぐらい、なんかちょっと剛毛でもいいかなと。剛毛でも。
ちょっと言い方悪くない？違ったか。バサバサだよ。なんか、うん。なりますね。パーマっぽいですねとか、なんかそういう感じでしょ。ちょうどいいにしたいな。お二人は髪型にこだわりとかはあるのかな？いや、ないそうで。ない、ないかな。ないない。そんなに、俺も伸ばしたらどんどん量が増えてっちゃうから、髪の量多いから。いつもこんぐらい。うんうんうん、なんか他に期待してます？あとは大野選手、松澤選手から見た佐々木選手の印象を知りたいです。まあ印象っていうか、最初に入った時に、まあ、新加入で俺もアキラも入ってるんですけど、新加入っていうか、まあ俺移籍組ですけど、なんかいち早く声を喋りかけてくれたっていう。うんうん、それはある。なるほど。すごい優しいイメージは。そうね、優しい人だよね。面倒見がいいし。なった？面倒見がいいし。そうだよね、面倒見がいいんだよね。うん、そうそうそう。本当に。あとね、キャンプの時、ね、ずっと一緒。俺とアキラは同じ部屋だったんだよね。そうなんですよ。ずっとキャンプ一緒で、ヨウジ君と一緒だったんですけど。うん、もう極度の綺麗好きでもうなんか箱とかも全部なんか荷物が積み木のようにこう並んでてそうそう、すげえなーって。ロッカーもめっちゃ綺麗よな。ロッカー綺麗でしょ。綺麗でしょ。確かにね。そうだ、綺麗にしろってやりましたもん。ロッカー綺麗にしろって言われるからね。綺麗にしないとでも汚い人も多いからね。はい、いますね。いるよ。ロッカー着ない人って誰？出していいの？誰？アキラ誰？いや、俺は言えないですよ。ヨウジ君ずるいわ。ヨウジ君ずるいわ。まあ、結構多いよね。多いですね。うん、多い？うん。でも、その人の多分、それが綺麗なんですよね。そうだね。うん。きっと。あ、ちょっといい？チャットで。うん、佐々木陽次選手の今の背景にある、なんだろう、木の先が気になるって、後ろにあるやつかな。何これ？これこれ、これお花。これお花、お花。お花。すいません、ちょっと気になる、ね。ありがとう。お花です。あとね、松澤選手、一発ギャグやってください。あ、やっぱ気になるよね。悪いんだよな。入りがさ、一発ギャグの振りからだったらそうなりますわよって。そうなっちゃうね。入りが悪い。そうなっちゃうね。でも、期待を超えるほどのもの持ってるからね、やっぱね。何やったっけ？何やりました？富山来て。何やったか。いや、でも、りょうさんの真似とかになっちゃうじゃん。そんなのあんの？ダメです。そんなのあんの？よし、ダメです。天の声さん、ダメです。キャンプの最中、選手のモノマネ誰かのやってなかった？すごいな。え、わかんのかな？マメくんの？じゃあ、マメくんいきます。どういうシチュエーションでやった方がいいですか？マメくんの、いやでもね、じゃあそのマメくんのやつね、俺見たことあるけど、ダメ、分かんないと思う、多分。分かんないと思う。ダメか。一緒に生活してるから分かるけど、分かんないと思う。確かに。かにあれ、とっさのマメくんですかね、あの、そうそうそう、誕生日のあれですもんね、あの時。そうそうそう。それ、そうよ。それ、キャンセルで、ジョージさんじゃなくて、天の声さん。あの、やってみよう。なんでそんな出せるんすか。じゃあやってみる軽く。じゃあなんかください。なんか言ってください。なんか聞いてもらったら返しますわ。ね。じゃあ、このまま頑張っていきましょう。なんやねん、それ、用事。どうぞ。それないやね、お前、ほんまに。うん、ありがとう。ありがとう。俺は知らないよ。俺は知らないよ。マジで天の声のせいや。
あとね、ごめん、チャットでもう一個質問あるんだけど。なんすか、誰次、これはみんなに。はい。足立監督はやっぱり怖いですか？これね、この質問ね、いくつかね、来てたの、うん。事前にもらった質問の中にもその質問って結構来てて。そう、逆に、洋平とかアキラとかさ、今やってんだけど、四五ヶ月じゃん。半年行かないぐらいじゃん。いかないぐらいです。うん、どう印象ってかイメージどう？いや、まず、俺、去年やったじゃないですか、僕、京都行った時に。京都との練習試合ね。そうそうそう。そう、その時に、翔くんが、マジで、覚えてるよ。バチ切れされてたじゃないですか。あ、もう試合中ながらも、いかつこの人と。アキラ知らないよね。俺、わかんなかったね、マジで。そう。富山と京都が練習試合したのね、うん、京都行って。あ、で、その時に、まあ、りょうさんが、あ、まあ、花井翔に怒って、もう本当に怒ったから、グラウンドの中まで入ってくるぐらい。マジですか？そうそう。あ、まあ、そういう事件があったんだけど。ああ。そう。それが最初に見た印象ってことだね。それ。いや、本当にマジで怖かった。うん。でも、実際はどうなんですか、ようやく。一緒にやってどうだった？いや、まあ、怒るときもあるじゃん。締めるっていうか、その雰囲気をキュッ締めるときとかに怒るのはやっぱ怖いけど、でも別になんかやたらめったらに怒ってるような人ではないから。まあ、どうか。そうだね。うん。アキラはどう？いや、なんか結構、みんなから、みんなと周りから怖いみたいなイメージはあるみたいな、聞いてたんですけど。うん。うん、でなんか俺多分大学時代で体勢がついてるのかわかんないですけど、普通に、なんつうの、いい指導してくるっていう感じでしか、感じないですね。だから全部、なんか俺にプラスになることを言ってくれるし、その話、そうだね。そう、いろいろ、その周りの話とか、りょうさんの話聞いてて、もっと上手くなりたいってすごい思う。思わせてくれるような監督かなと思います。そうだね。え、アキラとかってさ、あれ、去年、法政と練習試合したりしたじゃん。去年、一昨年か。去年ってか、一昨年ですね、多分。一昨年か。はい。その時、洋平、あ、洋平じゃなくて、アキラいたでしょ。え、あの時、りょうさんだったのかどうかすら分かんないんですよね。あ、本当？今、練習試合、なんか PK で入れられたかなんかしたよね、俺ら。その時まだ江戸とかいた時ですよね、多分。そう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 。え、いたよ。あれ、りょうさん、りょうさん。あれ、りょうさん。あ、いましたね。あの時、一応点決めましたよ。あ、あれ、アキラ決めたの？俺、PK じゃないですけど、普通に。ああ、2-0で負けたかなんかしたよね。そう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 、2-0で。あ、そうだね。あ、覚えてるよ。あ、本戦1位だなと思ったけど。じゃあ、あの時なんか、富山の選手、キャンプ明けみたいな感じだったんですよね。ああ、もう、そうだね。練習したって聞きましたよ、僕。体めちゃくちゃきつかったね、もう。ねえ。もうみんなキュンキュンだったもん、音声で。俺らもう、富山遠征の2日目か3日目くらいだったんですよ。うん。まだ元気でした、うん。いい状態だったね、あれは。いい状態でした、まだ。強かった。あれはやっぱ天皇杯勝っていくだけあるなと思って。いやいやいや。うん。やっぱ忘れられないね、あのベルディ戦の2点目かな。ヨウジ君 VS 東京ベルディの2点目。ヨウジ君、俺も好きすぎた。こうやって決めて、ループ気味にね。そうですね。ヨウジ見たわ、俺も。見たでしょ。あれ、うまかったっすよね。うまい、うまい。いや、あれは、結局は、あそこまでボールを持ってきてくれたチームメイトっす。僕はただ、頭。じゃあ、アキラ、アキラ、もうそういうのいいから。そういうのいいから。そういうのいいから。いつもそういうのじゃないじゃん。あれ、俺のゴールやん。あの時は確かに、マジ興奮はしましたよ。いや、でもするよね、やっぱ。すごいよ、あれは。いい経験しました、大学時代。そんなのもあったね。そうだね。法政の監督もあれだよね。富山に関係がある。そうだよね。元富山で。そうだよね。はい。
で毎年来るんですよ、遠征に。大学一回は富山に。あ、富山に。はい、来るんですよ。あ、そうなんだ。え、対戦するってことじゃなくて。いや、あの金太郎温泉あるじゃないですか。あ、何ていうんですかあそこ。あそこに泊まるんですよ僕ら。あ、そうなん。あ、そうっす、そうっす。へえー、ま、そうなんだ。毎年かわかんないですけど。あ、あるよね、金太郎温泉って。めっちゃいいっすよ、あそこよく。お、めっちゃいい。俺のこれよりさ、俺のこれより傭兵のところのあの奥のハンガーの方が気になるの。そんなことない。確かに、確かに。めちゃめちゃあります。気になるか、これ気になるか。マジで30本ぐらいありますよ、俺。なんでそうだよ、ね。干さないでよ。いや、干す結構。本当ですか。うん。練習着とかは乾燥室に干してるけど、それ以外は結構こっちで干してる。ああ、そうなんだ。逆に、アキラの部屋とか行っても何もなかったから。ね、ないっすよね、俺の部屋、本当に。テレビ、ベッドしかないっすもんね。ひどい。ひどい？テレビそのまま地面に置いてんの。え、本当に？アキラ？でも、何もなくて、ちょっとやだな。何すか、それ、ヒロジ君。やだな。買ってくださいよ、じゃあ。またな、じゃあどっか行ってな。このなんかさ、あー、どうしようかな。なんかある？いや、こんなこと聞いてみたいとかでもいいじゃん。聞いてみたい。うん。なんかね。あ、富山での初ゴールの時のポーズは決めていますかっていうのはアキラに来てるんだけどさ。そんな、洋平くんも、洋平くんもっすよ。あ、まあ、洋平もだけどね。洋平くんどうしたんすか、うん、どうやろうな。サポーターのとこ行くな、多分。確かにね。行きたい。でもさ、決めてやることなの。なんか、その場のなんか興奮度じゃない。いや、まあ、そうっすね。俺は、そうだよね。そうっすね。とりあえず、まあ、多分でも、そう、パフォーマンスとかあんま考えたことないから。ないよね。うん。まあ、もしくは試合、自分が試合でしたらベンチの方に行くとか、そうなりがちっすよね、やっぱ。そうだね。うん。幼児は結構サポーターの方行くよね。かっこいいな、そうですか。うん。割とそういうイメージがあると思う。そうですね。まあ本当に、カタールというのは、みんなで一つのチームですからね。だとね。このね、佐々木洋次選手でね、こうおすすめの本ありますかって来たの。あ、好きそう、その質問。で、好きそうだな、洋次君。うわー、これ、これ見える？あ、この人、あれか。早川文也の、今、新潟アルミレックスにいる早川文也の本なんだけど、うん、これ、これ本当ね、読んだ方がいいです。読んだ方がおすすめ。読んだ方がいいです。で、今、ちょうどこれね、今、おとといぐらいから、5月の、7日だったかな。そこら辺まで今、この、フミヤの、ツイッターかなんかのサイトから飛んで、これ今、無料公開してるの。だからみんなも、今、家にいても読めるし、ぜひ読んでほしいですね、これ。本当にね、すごくね、考えさせられるっていうかね、すごくいい本だなと思いましたよ。え、同級生ですか？フミヤは違う、年下なんだけど。俺の、同い年だった。そう、洋平と同じ年かも。あ、そうなんですね。そう、中学校の時に、俺富山にいたから、うん、新潟と富山で一緒に選抜とかでさ、あ、一緒になったりしたとかも結構あるから知ってたんだけど。そういうことか。すごくいい本で。逆に今なんかこれしてますみたいなのあるの？二人とも。やっぱ今ステイホームって言ってる。あ、チャットでもね、練習ない日は家で何してるんですかっていうのを質問が来てるね。練習ない日？まあ今特に家で何してるんだろう。
まあ、なんだろうな、体感とかもするけど、まあ、ずっとはできないから、うん、そうだね。俺は結構映画とか見てるかな、配信されてるようなやつ。いろいろね。うん。ある。アキラは。アニメですかね。アニメ見るの？え、マジ？アニメ好きなんですよ。何？アニメってどういうの？今、鬼滅の刃みたいなやつじゃなくて。ああ、鬼滅とかも見ちゃいました。鬼滅の刃か。あ、あ見たでしょ？あれ見ちゃった。今ね、すごい遅れてんすけど、ワンピース見てます。でしょ。本当にもう1週間、2週ぐらい回ってワンピース。ワンピースなんだ。うん。頑張って、ドレスローザを頑張って見てます。もう今の展開を全部お前に教えてあげたいわ。で、だって、ようへいくん。ようへいも見てんの。俺はアニメじゃないですけど、ジャンプとか単行本で読んでます。ああ、そうなん。ようへいくんだって漫画好き。ん？漫画好きっすもん、漫画。漫画好きだね。ああ、ヨヘゲームめっちゃやるんだよね。ゲーム、まあやりますよ、結構。荒野行動とかやってますよ、アキラと。こっちやんないからわかんないわ。ヨウジ君のゲームっつったらもう。いや、もうトランプでしょ。違う。スマブラでしょ、64の。スマブラか。スマブラか。意外と渋いんだよな。64のスマブラだけは極めた、本当に。本当強かったっすもんね。うん。本当にそれだけは強い。やりたいな、それ、64。いや、マジで。負けないよ。無理。マジ強いよ。いや、本当になんかそういう機会あったら、本当に。いや、それこそ、まあ、天の声さんか、天の声さんに、言ってて、64のスマブラだけは、本当に誰にも多分負けないと思う。それぐらい極めたから。本当世界大会とかあったら本当にいいところ行くんじゃないかぐらい極めてるから、なんかそういう企画があったらっ、ファンサでやるんじゃないですか、ファンサで。なんですけどね。面白そうですね、それ。64のファンサで。いや、俺めちゃめちゃ強いよってやついるんだったら、ぜひっていう感じ。本当に。いや、でもそれだったらさ、なんか、傭兵とかもあるでしょ。このゲームだったら本当極めましたよ、みたいな。なんだろうな。なんだろうな。いやでも、スイッチの方のスマブラだったら、アキラとやってたよな、キャンプの時に。強い。俺も結構強い方だと思ってたんですけど、洋平くん結構強かったです。本当。うん、強かったね。64は、本当のゲームマニアって言ったら、やっぱり64だからね。64のスマブラだからね。古いけど。だから今やってるっていうか、持ってんの、洋二くんしかいないですよ。そうだね。俺しかいないから。コントローラー2つちゃんとある人。めっちゃやりたいでもそれ。いや、4つある、4つある。4つありましたから。5つある。ちょっと収束したら、アキラ行こうよ、一緒に。マジ、本当にでも勝てないし。倒しに行こう。本当に強い。1対4とかでもやりましょうね。1対3か。やったね。歯がただね。これぐらい強いよ。なんかね、じゃあ。なんかないかな。天の声さん、なんかこんな質問面白いんじゃないとかある？そうだね。うん。さっき、足立監督、怖いっていう話やったけど、はいはいはい。逆に、足立監督のお茶目エピソードを教えてください。お茶目エピソード？あ、ちょっと待って、ヨウジ選手と学生時代64のスマブラして勝ちましたってコメントが入ってるよ。どうかるだろう誰えまあ、じゃあ、勝ったらしいよ。これはちょっと置いといて、足立監督のお茶目エピソードに戻ろうか。うん、お茶目エピソードあるなんか。いやーどうなんだろうな。あーでもあれじゃないですか、あのミーティングさ、自分はミーティングあると思ってミーティング行って練習ちょっと遅れてくるあったねあったねとかあったねだから
みんなミーティングってあるっていうのは分かったから、みんなミーティングルームに集合してて、この時間までに集合しないといけないからみんな座ってたのに、あれりょうさんだけいないぞってなったら、遅刻してりょうさんが入ってきたやつでしょ。お今日ミーティングかってそう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 、ね、そんなのあったね。ありますよね。確かにお茶目エピソードだ、ね、あとなんすか。でも結構しっかりしてるイメージなんですけど、俺もまだそんな期間長くないですけど、そもそもりょうさん自体がめっちゃこだわりがありそうな。そうそう、あーなるほどね。でもめっちゃサッカー好きなの伝わりますよね。うん、すげえサッカー好き。そうだね、そうだね。こんな感じで大丈夫ですか、ジンさん。お茶目エピソード1個ぐらいでしたけど。そうだね。まあ、監督は確かにいろいろお茶目な部分もありつつ、怖いところもあって、とても人間味がある監督っていうことでいいかな。そうですね。はい。はい。あとは、さっきやったおすすめ、ん？携帯ゲームでおすすめはありますかっていう。ああ、やんないから分かんない。なんかある。なんだろうな。でも今だったらもう、荒野行動じゃないですか、本当に。うん。ハマって、今俺らはハマってるっちゃハマってる。あれでしょ？オンラインでできるんでしょ？あ、そうそうそう。だから部屋で。そうそうそう。だから、別々の部屋にいても一緒に戦いに行けるみたいな感じだから。なんか一回見たことあるのはさ、なんかあれでしょ、なんか喋ることもできるじゃん。そうそうそう。右行けみたいな。そうですね。できるんだよね。面白いよね、そういうの。あれは面白いっすよ。ヒロヤが強い。ヒロヤが。そう。あ、そうなん。いや、もう大学の時に法政大学でもうすごいやってたんですよ、みんなで。だから、もう一生やってましたよ、ヒロヤと俺。そうなん。強いもんな。ヒロヤ強いっす。あいつ、何も言わないけど。ちなみに、じゃあ結構チーム、サッカーゲームとかは誰か強い人いるの？洋平くんじゃない？ウィニングイレブン？誰だ？一世かな。ウィニングイレブンは、一世と純喜とよくやってて、結構一世が強かったかな、やっぱ。で、もう一つなんか FIFA っていう、うんうん、あれじゃないですか。うん、それはよく大谷とか和樹が部屋でやってるかな。あ、そうな。大谷とかやるんだ、うん、ゲーム。大谷結構はしゃいでますよ、FIFA やってる。あ、そうな。そうな。あ、そうな、うん。この間のなんか、あれ、カタール富山のさ、あの、ツイッターで流れてるさ、あれ、見た大谷のおやすみなさいってやつ。あ、めちゃくちゃ面白かったんだけど、俺。何言ってるか分かんないし。面白いよね。こいつ面白いんだよ。え、天の声さん？はい。あれ、なんだっけ、ピコ太郎のやつって、あれやんないですか？ああ、まだ公開しないんだけど、アキラにはこの前、PPAP のエアライ動画を撮ったんだよね。撮りました。ちょっと、あるテレビ局さんからの依頼だったんで、編集次第アップするので、皆さん、こうご期待ということなんだけど、あれの大谷だ、ね、やばいですよ。皆さん、あの、大谷選手でのピコ太郎の手洗い動画も撮ってますので、めちゃくちゃ可愛いんで楽しみにしててください。大谷くん、いいよ、あれは。それ楽しみですね。面白い。まあ、いいキャラしてるよね。うん。そうだね。なんかな、なんか面白いテーマがあればいいんだけどな。難しいね。これね、やっぱ、こうね、できたらいいですけどね。そうそうそう、やっぱ、いや、みんながね、一つの部屋でこう、横並びになったらね、また、なかなかね、初めてだからね、大変だな。初めてな感じですよね。あ、なんか今質問来たんだけど、うん、FIFA やウイレでプレイするときは、どこのチームを使いますか？ああ。
チェルシー。チェルシー。あ、渋いな。好きな選手とかいる。やっぱ。いや、別に、ウイレグをやってるときは、チェルシーにまだアザールがいる頃のやつだから。アザールがめちゃくちゃドリブルできるから、だからチェルシー使ってたっていうだけで。これさ、超素朴な質問なんだけどさ、俺、たまにさ、ウイレとかやるときさ、おい、まあ、もう半分ふざけてなんだけどさ、めちゃくちゃポゼッションするのね。わかる？あ、ゲームってさ、簡単にさ、なんかロングポールやってさ、やったら簡単にいくじゃん。うん、誰かのドリブルとか。例えばなんか昔だったらさ、アンディがドリブルしてたら結構いく、うん。今日そうじゃなくてさ、俺とかだったらさ、ディフェンスラインで意味なくめっちゃ繋いだりしてさ、ポゼッションしたりしたりするのね。あ、これを作りついたらこうなるなとか。なんか、そういうさ、なんか現実みたいにさ、戦術的にやったりするの。そんなんじゃなくて。いや、しますよ。でも結構、どんどん、なんかリアルになってるから、確かに。なんかロングボールだけでも繋がんなくなってきてるんですよ。あります、ね、なんか新しくなってるから。だからそっちの方が、でめちゃくちゃ回されるとイライラしますけどね。ゲームやってて。そうだよね。そうだね。あ、そうなの。そうです、そうです。今何？え、ウィーレ何なの？12とか2000。いや12とかもうめちゃめちゃ前です、うん、2020っていう感じだから。あ、今2020っていう感じなの。もう結構、昔やったな。昔あのクリロノが表紙だった時やってたな。いつだそれ。16ぐらい、ああちょっと前か。あの時ぐらいは16か、わかんないけど、そんなやってたな。そうなんだ。こうじゃあ今パッと思いついたこと言っていい？これあの、アキラ届いたの？そういや。何がすか？車ですか？うん。いや、あ、明日、予定では明日ですかね。これ言っていいの？いいんじゃないですか。言っていいよね。だからもう、ダメダメだって言っちゃダメだ。言っちゃダメだよ。あ、いや、何言っても言わないけど。松田明選手が車を買って、うん、もうすぐ自分のところに来るんだよね。はい、ちょっとワクワクしております。ワクワクね、一番楽しい時期、うん。いや、もう。これで外出れるようになったらね、もう車でぐんぐんどこでも行くよね。まあ、事故ない程度に。そうだね。乗せてね、しっかり。乗せてね。ヨウジ君でも運転にうるさい系だからな、俺の予想だと。どういううるさい？だから、多分ね、うるさい系なの。危ない危ない危ないとか、危ない、おい寄せすぎなよとか言いそうだからな。あのさ、大谷さ、あれだよね、めっちゃゆっくり走るよね。あ、走ります。大谷とか乗るよね、アキラ。はい。めっちゃ大谷君とあれ、あ、そう。すごいゆっくり。まあ、傭兵もゆっくりだよね。俺もゆっくりっすね。言われましたね、陽次君。ゆっくりだよね。うん、なんでゆっくりダメなんすか、陽次君。いや、全然いいと思うよ。なんで早くさせようとしてくるんですか。そういうことじゃない。早くとかじゃなくて。すごいゆっくりだ。でも、陽次君の車一回乗ったことあるけど、確かになんか、うまいっすわ。なんかね、優しい、乗ってる人に対して優しい運転してくれる気がするわ。優しいっすよ、優しいっすよ。ブレーキもこんなんならないから。なんだよ、そっってなるもんね。うん。アキラは車がない最中は どの先輩に一番お世話になってたの？いや、もうみんなっすね、寮生の方々とかみんなですけど、特に一番行ったのは大谷くんですから。大谷が多いよね。もうずっと大谷くんと言います。そうだね。うん。大谷くんですかね。たまに、あ、ヤギくんか、あと。大谷先輩はおごってくれるの？はい。おごってくれます。一個上だよね。はい。おごってくれます。うん、大谷が一個上。はい。おなんかね、やっぱ若い選手が多くなってね、そこら辺がよく分かんなくなってきたね。でも俺、ヨウジ君、マジ、結構若手だと思ってましたよ。
言っちゃ悪い。それめっちゃ言うよね。言いましたよね、俺、ヨシ君に。めっちゃ言うね。だから練習生の時になんか、舐めた口聞いたみたいな言ってましたもんね。うん、ああ、そうだね。なんか。今も結構舐めた口聞いてくれてるな。なんすか、なんすかって言ってくれる。それ言ってんな。めっちゃ言ってるイメージある。めっちゃ言うよね。なんすか。トランプやろうで、なんすかって。なんすか。やんないっすって。うん、普通だってさ、だってさ、俺がアキラにさ、LINE したのよ。何テラちゃん、こういう時だからさ、じゃあアキラちょっとテレビ電話しろよって言ったら、いや、寝ますって言う。普通言う先輩からって言われてんのに。いや、寝ますって。言わないでしょ、普通は。でも、わけわかんなくて。うん。いや、わけわかるでしょ。めっちゃ眠くて、ポコンってきて、だって電話っすよね。電話。急に電話してきて。何だろうな、思って。何すかって言ったら、テレビ電話しようってくるから。あれでしょ、なんかいや、今年ね、ほんとね、後輩がちょっとね、ちょっとあれなんだよね。現代っ子だったの。そう、現代っ子なの。そういうやつもいたらさ、俺、ロッカーでね、たまたま、じゃあ飯、なんか、ある選手同士で、飯行こうよって言ってたから、うんあそいつにね、俺がね、あ、俺も行っていいって言って。言ったら、あ、いいっすよって言ってたんだけど、で、俺、ロッカーで待ってたのね。そいつが準備終わるまで。うん、待ってたら、なかなかいないから電話したの、そいつに。あれ、今どこって言ったら、え、すいません、焼肉食ってますって言って。俺、家で一人で飯食ったんだけど、まあ、そんな後輩もいるのよ。だとは言わないけど。いや、その説は本当にすいませんでした。それ、傭兵だったね。それ、傭兵だったね。あれびっくりしたね。じゃあ、あれでも、なんか、ヨシ君本当に誘ってんのか、なんか、ふざけて言ってんのか分かんない。それは、どっちか分かんなかった。ねえ。あれ、ちょっとどっちか分かんなかった。ちょっとふざけてたからね、僕は。あれは悲しい。じゃがりこの写メだけ送ってきて。そう。これが昼飯ですってことで。やった。で、それ、1、2週ぐらいずっと。手に持ってましたもんね。いやもう未だに言われるもん。言われますよ。一個見つけたらずっと言うから。そんなんよ。で、京都とかさ、京都とかどういうあれなの、やっぱそういうの厳しい、やっぱり。上下関係っていうか、うん、いやまあでも基本みんな優しかったですけど。あ本当？まあでもそのね、トゥーリオさんとかは。うんいかつかったんで、やっぱ。まあ、そんな感じはね。こういう、ちょっとフランクにはやっぱ話せないですね。ああ、なるほどね。上の人には上の人への喋り方っていうかね。そうそう。いや、だからその。でも、別にでも、基本はみんな嫌な人はいなかったですよ、マジで。ああ。いや、事前に質問でね、いや、その敬語とか使ったりしてますかとか、そういうのありますかみたいなあったんだけど、アキラないよね。アキラはない。アキラないよね。じゃあちゃんと敬語使ったりとかそういうのってありますかみたいな。いやでも、仲いい人と代わりは、やっぱうまく織り交ぜて、織り交ぜてんの縮めてんのそう。ちゃんとありますよ。この人は、たぶん、行ったらやられるっていう方がいるんで。そう。でも、そうでも、みんな。喋りやすい。厳しくしないとだね。ダメです。ヨジ君はいいっす。今まで通り、寝ます。ごめん。ヨジ宛てに、徳島は上下関係どうでしたって。ああ。でも、徳島の時は結構そういうの厳しかったりもしたから、いろいろ、うん、学ばせてもらったけど、結構富山よりは厳しかったかもしれない。徳島は。うん。それはありますね。ありがとう。大丈夫ですか、天の声さん。うん、あとね、チャットでね、はいはい。ね、大野選手、ジャニーズウエストの、はい、なんて呼ぶんだろう、ごめんね、これ、名前わかんないんだけど、うん、誰々に似てますよって、ええ。褒められてるってことですか。褒められてるね。ちょっと
ちょっと誰かわかんないからな、今。チャットでなんか表示してくださいよ。ちょっと待ってね。うん。キング&プリンスぐらいしかわかんないからね、最近。絡んな、俺も全然知らない。もう所属が違いますよ。キンプリとジャニーズベスト。うん、でも誰かはわかんないけど。大体わかる。すげえ、いや、めちゃくちゃいい気分。いや、それずるいな。でしょ、待ってる。俺ね、俺もね、言われるのよ。少数なんですけど。花は藤ヶ谷太輔。え？藤ヶ谷太輔ってあります。おぉ、あの、あれ、ね。花はね。スマイフットのね、うん。花は。で、唇が西って。おぉ。全然わかんないです。西ってトリプル A の？トリプル A の？そうそうそう、分厚い感じが。これなんだこれ。桐山？あ、桐山くん？桐山っすよね、これ多分。道山、うん、桐山くんかな。あれじゃないですか、あの、ヒルナンデスとかの、ヒルナンデスかなんか、極戦出てた人じゃないですか。よく見てんね。すごいね。いや、多分、顔見るか分かったかな。なんか、いや、それはあれだけど、なんか、話足りてないこととかあります天の声さん。これ話しとこうよっていうの。そういうのはないですか？あ、ハイドゥまでのカターレ富山のイメージは、多分、はいはいはい、アキラと傭兵やってから、傭兵君から。富山のイメージ、あ、めっちゃパス回すイメージと、あと、完全に俺はあの、りょうさんの翔くんへの怒りの、あのイメージが強すぎて、うん、その2つかな。パスはめっちゃ回すっていうのはすごい知ってたし。そうだね。うん。そのイメージが強かったですね。アキラは？俺は、なんか練習参加したとき、すげえ、うまい、うまいな。覚えてるわ。すげえうめえなと思って。パスすげえうまいし、って感じですかね。覚えてます？覚えてるよ。アキラ練習参加したの覚えてる。大谷君全く覚えてないって言ってましたよ、なんか。そうそう、あの人工芝で練習したよね。雨の日なんかだよね。やったやったやった。うん、やったね。ダメ。何日間ぐらい練習参加してたアキラ。5日か4日ぐらいしましたね。あ。うん、一番最初からいきなり俺に舐めた口って聞いてきた。だから、ユージ君のことは多分、1個上か、同級ぐらいで見てたかもしれない。その練習の中のルールの制限として、2タッチっていうのがあったんだけど、分かんなかったんだろうね。俺に、え、これ2タッチ？え、引っ張っていいっすよ、こいつ。俺が言ったもん、あ、はい。すごかったよ、あの時は。いやでも、すごかったよ。でもなんか練習、すごいしやすい感じで、なんていうか、その接してくれるから、多分練習生側も多分、すごいやりやすいと思いますよ。本当？富山は多分。そうね。はい。なんかこれ、あれじゃな、天の声さん、なんかこれ、あれないの？なんか時間的になんかこういうのとかはないね。でもそろそろ実はね、もう59分で。え？うん、あと1分だ。変わってますね、うん。これなんかバスッと切れるんですよね。そうだね。だからそろそろ締めに行こうか。はいはいはい。ああ、俺？あと、お願い。はい。じゃあ、締めになんか、じゃあ、なんか一言ずつ言ってきますか。じゃあ、アキラからにする？はい。今、こういう状況ですが、今できることを、皆さん、僕自身もやっていきますんで、やっていきましょう。はい。すみません、日本語下手。はい。はい。はい、よへ。なんかある？よへ。
まあ、ちょっといろいろ日本中が大変な時期ですけど、まあ、必ず乗り越えて、スタジアムで会いましょう。はい。はい。はい。じゃあ、まあ、今ね、アキラと洋平と言ってくれたけど、まあ、このコロナウイルスっていう影響で、本当に、大変な時期だと思いますが、本当に皆さんの本当健康が第一だと思うんで、本当に健康に気をつけながら、一緒に頑張って乗り越えるように過ごしていきましょう。で、1時間かな？本当にご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。天の声さん大丈夫ですか？ありがとう。はい。はい。じゃあまた皆さん、こういった形で、お会いできる日を楽しみにしていただいて、頑張っていきましょう。はい。以上、カターレ富山トークライブ配信でした。バイバーイ。ありがとうございました。ありがとうございました。